ナチスドイツのフランス侵攻、ナチスドイツのフランス侵攻、ナチスドイツのフランス侵攻は、第二次世界大戦中の1940年5月に発生したドイツ軍をはじめとする、通軸国軍と連合国軍とのベネルクス三国、フランス北部での戦闘である。ドイツ軍の電撃戦が最も成功を収めた例と考えられている。フランスの戦い、西方戦役。 とも呼ばれる。ドイツ側の作戦名は、第一フェーズ、ベネルクス三国、フランス北部進行が、黄色作戦、ホールゲルブ、ファルゲルプ、第二フェーズ、フランス本国進行が、赤色作戦、ホールロット、ファルロートである。1939年9月1日に、ドイツ軍がポーランドに進行したことを受けて9月3日、フランスは、イギリスと共に、ドイツにが、 フランスドイツ国境地帯、アルザスイコールロレーヌにおいて、戦闘はほとんど起こらず、フランス人が言うところの奇妙な戦争の様子を見せていた。海戦から半年以上が過ぎた1940年5月10日、ドイツ軍は、オランダ、ベルギー、ルクセンブルクのベネルクス三国に侵攻を開始、黄色作戦、ベルギー北部で防御戦を展開するという戦前からの計画、 に従って、フランスイギリス連合軍は、軍の主力をベルギー方面に進出させ、フランスドイツ国境地帯においても、マジノ要塞を挟んで、ドイツ軍と対峙していたが、ドイツ軍は、ベネルクス三国とマジノ要塞の中間に位置し、フランス軍の防御が手薄となっていた、アルデンヌの森から、戦車部隊を投入させていた、赤色作戦。このことによって、フランス軍の防衛線は崩壊。 ベルギー方面に進出したフランスイギリス連合軍もドイツ軍に包囲され5月末これらの部隊の多くがイギリス本土への撤退にかろうじて成功したダイナモ作戦もののもはやフランス軍にドイツ軍を止める戦力は残っていなかった6月14日ドイツ軍がパリに無欠入場し6月16日フランスのポール・レノー内閣は総辞職 後継のフィリップ・ペタン元帥はドイツへの降伏を決断した。6月22日、コンピエーニュの森において、休戦条約が調印され、独仏休戦協定へ、フランス、当時第三共和制は崩壊した。アルザスイコール・ロレーヌ、サボアニースはそれぞれドイツ、イタリアに割譲され、パリを含む北部フランスは、ドイツ軍の占領下に、南部フランスはペタンを主犯とする、フランス国。 B.C. 政権として独立を許されたものの、実際にはドイツの保護国であった。一方、全国防次官、シャルル・ド・ゴール順将は、亡命先のイギリスで自由、フランスを結成し、フランス国民に退独交戦の継続と B.C. 政権への抵抗を呼びかけることとなる。ドイツの指導者のヒトラーは、ポーランド侵攻の直後に西部戦線での戦闘を予定していたが、 欧州の冬の悪天候では、空軍の支援がおぼつかなく、翌年に延期された。一向に戦闘が始まらないこの戦争を、イギリス人、アメリカ人は、奇妙な戦争、ドイツ人は、座り込み戦争と称した。当初の作戦計画は、シュリーフェンプランに沿ったものであった。しかし1940年1月10日、ドイツ空軍、第二航空艦隊参謀将校が第一次、 黄色作戦での第二、航空艦隊運用計画書を所持したまま、飛行機事故に遭遇、ベルギー領内へ不時期して、ベルギー軍憲兵に逮捕され、焼却に失敗した書類の一部が押収されるという、事件が発生したメヘレン事件。そのため、作戦内容が、連合軍側へ漏えいしてしまったと考えねばならず、1月16日、ヒトラーは、作戦内容の変更を決意した。 第一次世界大戦に従軍し、西部戦線で悲惨な残豪戦を経験しており、シュリーフェンプラに不満を抱いていた、ヒトラーの後押しで、エーリッヒ・ホン・マンシュタインの作戦、マンシュタイン計画計画が採用された。マンシュタイン計画に基づいて、ドイツ国防軍は、マジの戦の要塞軍に立てこもるフランス軍守備隊を、釘付けにする C 軍集団、ベルギーとオランダに進攻する。 不評主力の B 軍集団と森林地帯を抜ける装甲主団主力の A 軍集団の3つに分かれ1940年5月10日一斉に越境した。これに対しフランス軍とベルギー軍イギリス海外派遣軍ビフからなる連合軍はシュリーフェンプランに基づいてドイツが進攻すると予想しておりベルギーのディールガー沿いに防衛戦を敷いた。戦力的には 連合軍が勝っていたが、装甲師団がほとんどなく、戦車は不評の中に散らばって配置されているなど、防戦志向で、戦術面で、ドイツに大きく劣っていた。B 軍集団の進行ルートには、ベルギー・オランダの要塞が各所に点在しており、装甲師団の多く、10個師団中、7個師団は、A 軍集団に配置されたため、空挺部隊による制圧が行われた。5月10日、 ベルギーのエヴァンウェイマール要塞に、グライダーで公兵が降下し、各統治下に爆薬を貼り付け、破壊活動を行った、翌日不評部隊が到着し制圧。その後もドイツ軍は、オランダの各要塞に落下3降下を行い、ロッテルダムに戦略爆撃を行うなどし、オランダは戦闘能力を失って14日に降伏した。森林地帯を抜けた英軍集団が、 ムーズ川の対岸で遭遇したのは予想通り弱体なフランス不評部隊だった。5月13日、3個装甲師団がスダンで渡河作戦を開始、激しい支援爆撃のもとに共闘法を確保し、翌日には渡河に成功した。以後、ムーズ川各所で残りの装甲師団も渡河に成功し、遮る敵部隊のいないフランス北部をイギリス海峡に向けて突進した。 5月16日、英軍集団が背後へ流れ込んだことを知らされた、連合軍は、総退却を開始。しかし、機動力に勝る、英軍集団に、パリ方面への退却を阻まれ、イギリス海峡方面へと追い詰められていく。5月19日、ついに、ドイツ英軍集団の戦闘を行く、第二総工師団が、ドーバー海峡に達し、連合軍は、 フランス本土から切り離されてしまった。しかし、一方で、ハインツグデイリアンの総甲軍団は突出しすぎて、後続の不評格師団とは離れてしまっており、連合軍の背後を完全に遮断するには至っていなかったため、連合軍のフランス本土への退却はまだ可能なように思われた。英国陸軍参謀総長、エドムンド・アイアンサイドは、フランス軍司令部が英軍集団への反撃及び、 連合軍フランス本土間の連絡船の確保のための行動を起こさないことに合意煮やし、自ら作戦に介入することを決意した。ただし実際には、連合軍は、ドイツ B 軍集団による北東方向からの激しい圧迫を受けており、反対方向の南方面に転進させる兵力の余裕はなかった。アイアンサイドは、ビフ司令官号と死者クジョンベリーカーと協議し、 フランス第一軍集団司令官、ピエール・ビオットを説得して、英仏共同による南方面への反撃を行う、ことで同意に至った。21日、予備兵力として温存されていた、イギリス海外派遣軍ニコシ団による、アラス方面への反撃が開始された。しかし、事前の連絡不徹底と、英仏両軍間の不和により、同時に行われるはずであったフランスニコシ団による、 カンブレイ方面への攻撃は翌22日に延期されてしまった。また、これも事前確認の不徹底により、ニコシ団によって全力で行われるはずであった英軍によるアラス方面への反撃も実際には戦車ニコ大隊と不評ニコ大隊にフランス軍の戦車が若干加わっただけの兵力で行われた。だが、 この反撃はタイミングが良かったため予想以上の効果をもたらした。無線設備をほとんど持たず、ドイツ軍に制空権を掌握され偵察もできなかった英軍にとってはまさにゴリム中の作戦行動であったが、ちょうどアラスを迂回して突進中であったエルビン・ロンメルの第七装甲師団の横っ腹に突っ込む形となったのであった。当時、第七装甲師団の戦車連隊は二つとも遠く、 前進してしまっており、アラスの南側を進撃中であった、狙撃兵連隊、名称は、狙撃兵だが、実態は、自動車か不評と砲兵隊が、英軍の戦車二個大隊による襲撃を受けることになった。本来、第七装甲師団の北側を防御するはずだった第五、装甲師団は、進撃が遅れており、第七装甲師団の南側を並走していた SS、SS 士団、当店コップは、 戦闘経験がなく、英軍の戦車を目にするや戦わずして、逃亡してしまった。第七装甲師団は直ちに対戦車陣地を構築して迎え撃ったが、師団長のロンメルは不在であり、英軍のマチルダ E 不評戦車の分厚い装甲に三十七ミリメートル対戦車砲が、歯が立たず、英軍に突破されてしまうかに思われた。しかし、前進していたロンメルが戻ってくると、ドイツ側は、 陣地の再構築を行い、特に 88mm 降射砲による水平射撃がマチルダイー不評戦車に有効だったこともあり、英軍戦車の突進を食い止め、撃退することに成功した。さらに退却する英軍戦車大隊を救援要請を受けたドイツ空軍の急降下爆撃機部隊が追撃し、英軍によるアラス方面への反撃はわずか半日で失敗、終結することになった。 一方、翌22日にフランス軍によるカンブレーへの攻撃が行われたが、前日のアラスでの戦いで警戒を強めていたドイツ空軍にすぐ発見されてしまい、激しい空爆を受けてやむなく撤退した。こうして、連合軍による南方面への反撃は大した戦果を上げることもなく、失敗に終わったのである。しかしこの戦いは二つの波紋を呼んだ。一つは、 ビフ司令官ごとに英国本土への撤退を決意させたことと、もう一つは、連合軍が反撃してきたことにショックを覚えた、ヒトラーが快進撃を続ける総甲各軍団に停止命令を下したことであった。この二つの波紋がダンケルクの奇跡を起こすのである。5月28日、ベルギーが降伏した。A、英軍集団は、イギリス海峡のブーローニカレーなどの港湾都市を、 制圧した。連合軍は、西からは A 軍集団走行部隊、南からは不評隊、東からは追撃してきた B 軍集団によって、港湾都市ダンケルク周辺で完全に包囲された。しかし、走行師団に損害が出るのを恐れたヒトラーは、ゲーリングが空軍のみで連合軍を撃破できると主張したこともあり、5月23日に進軍停止を命じた。数日後に、 装甲師団が進撃を再開した時、ダンケルクはすでに要塞化されており、ドイツ軍がこれを制圧したのは6月5日、その間に連合軍将兵34万人はイギリスへの脱出に成功していた。イギリス軍将兵と一部のフランス軍将兵はイギリスへ脱出したものの、これは戦車、火砲など重機材を放棄しての脱出だった。その後のフランスは、 残存部隊やマジの要塞から引き抜いた不評主体の部隊で防衛するしかなかった。イギリス軍は不評2個し団を再び派遣しているが、後にエアリアル作戦で撤退した。ダンケルク包囲戦が終わり、ドイツ軍が進撃を再開すると、フランス政府は6月10日にパリを無防備都市と宣言して、放棄、政府をボルドーに移した。同日、 イタリアが英仏に対し戦線を布告。6月14日にはドイツ軍がパリに無欠に入上した。6月21日にフィリップ・ペタンを主犯とするフランス政府はドイツに休戦を申し込み、フランスは降伏した独仏休戦協定。かねてからイギリスのウィンストン・チャーチルはフランス軍が弱小であると指摘し、要塞、マジの線路建設に、 軍事費の多くを費やす方針を批判してきた。しかし、フランスは、軍備拡張がドイツを刺激するのを恐れ、チャーチルの苦言に耳を貸さず、人地防衛中心の戦略を立てていた。また、後に、ドイツ軍戦車の進行ルートとなるアルデンヌの森や、ムーズ川は、戦車が通過できないと判定しており、軍部は防備の強化を求める意見を拒否した。 スダン周辺に配置されていた第9軍は弱体な部隊であり、さらにアルデンヌからスダンへ通じる道に設置されていた戦車障害物を撤去させたとも言う。進行開始直前、ドイツ軍の戦力がアルデンヌに集中していると判明してからもフランス軍は対応策を取らず、ドイツ軍の進行を許す結果となった。戦線布告後においてもなおドイツの報復を恐れ、 積極的な攻撃計画を実行しなかった。当時発生していた冬戦争におけるフィンランドへの支援や戦線復刻していないソビート連邦への攻撃をイギリス側に提案するなどドイツ軍への備えはほとんど考慮されなかった。軍事面の最高指揮官である陸軍総司令官県参謀総長モーリス・ガムラン大将はドイツを果敢に攻めるのをためらい。 マジの線の要塞に待機して防戦しようとしたため、適切な指揮を行わなかった。さらに、フランス軍は無線に積極的に取り組んでいなかったこともあり、パリ郊外バンセンヌ上に置かれた陸軍総司令部には、無線や軍用電話、テレタイプ端末も設置されず、電書バトもいなかった。連絡は通常電話やオートバイによる電令に頼ったため、 前線へ指示を伝達するのに48時間を要したという。ドイツ軍の進行前日、進行の気配を知らせる情報が次々と司令部に届いたが、総司令部は何の対応も取らなかった。翌日、ガムランはドイツ軍が進行を開始したという連絡を受けたが、指示すら出さずに進出に入っていった。さらに、フランス政府の内部分裂が白車をかける。 もともと小党が分立する第三共和政下のフランス政界では政変が日常茶飯事であり、しかも第二次世界大戦会始時指導者であるエドワール、ダラディエ首相とポール・レノー像首相との中は賢悪であった。レノーは1940年3月にダラディエ内閣を総辞職に追い込み、自ら首相に就任するが国防省としてダラディエを政権内に残さざるを得なかった。 その後も対立は続き、政治面での戦争指導を甚だしく阻害した。ドイツ侵攻前にレノーは、ガムランの解任を考えていたが、ガムランの友人であったダラリエの反対で、失敗している。5月20日、選挙区の悪化を受けてレノーは、内閣改造とガムランの更迭を行った。副首相に、フィリップ・ペタン、総司令官にマキシム・ウェーガンを据えたが、選挙区はどうにもならず、 ペタンとエーガンは和平を強く主張するようになる。レノーはなおアフリカで交戦することを主張したが、閣内の体制は和平に傾いており、レノー内閣は倒れた。レノーに代わって組閣したペタンの下で、フランスはドイツと休戦協定を結ぶこととなる。また、ナポレオン時代以降フランスの人口は減少傾向にあり、兵員を増やしたくても増やせなかった事情もある。 ナポレオンの強さの要因の一つは、欧州、ロシアの族で最大の人口を持つ国民に、徴兵制を施行し、圧倒的な兵力を集中できたことである。ナポレオン戦争、さらに第一次世界大戦による、青少年、兵役的霊者の減少と、離婚、忠実の増加で、1940年当時のフランスの人口はドイツ・イギリスより少なくなっていた。 第一次世界大戦当時、傑作戦車として名高えるのを FT-17、軽戦車を投入し、また、不評の輸送にタクシーを使用したことで知られる、フランス軍であったが、戦後の軍隊系は支給化した。すなわち、再び馬が、不評輸送の手段に変わった。また、戦車運用についても、従来通りの不評の支援が目的と位置づけ、戦車を、 各不評師団に分散配置してしまったのである。ドゴールら一部の将校がドイツのような戦車を集中配備した装甲師団の創設を唱えたが、これが認められたのは第二次世界大戦勃発直前であり、数も四個師団のみにとどまり、戦局を左右することはできなかった。6月22日に締結された独仏急戦協定の結果、パリを含むフランス北部は、 ドイツの占領下に置かれた。南部は、イタリアの占領地域を除く部分のフランス政府の実地が認められたが、実質的なドイツの傀儡政権であった。7月1日、フランス政府は首都をボルドーからビシーに移した。このためこの時期の政権は、ヴィシー政権と呼ばれる。国民議会は7月9日には、憲法改正を行って、大統領職を廃止、全権力を、 ペタン将軍に委任するというただ一条の憲法を持つファシズム体制の国家となった。BC 政府は敗戦の反省から過度な個人主義の抑制、国家への忠誠を無視した教育の変更、宗教の再興を掲げる国民革命を標榜した。青少年に軍隊式のスパルタ教育を施し、離婚、中絶、売春を禁止し、カトリックを支援した。経済面でも、 個人主義を抑制し、社会主義的な労使協調を行った。さらに強制労働、ユダヤ人への迫害、秘密警察の設置などが行われたという。戦争においては忠実を標榜していたものの、資源面などでドイツに協力した。ビシー政府は降伏したが、これを良しとしない勢力も存在した。シャルルド・ゴールはイギリスで自由フランス国民委員会、自由、フランスを、 ジュリズ、あくまで対独抗戦の道を選んだ。カメルーン、仏良赤道アフリカ等の一部植民地はこれにこう、自由フランス軍を形成することになる。また、フランス国内ではレジスタンスが、ドイツ軍や政府に対する反抗を行った。また、フランスの近海にあるイギリスの王室属領チャンネル諸島は、イギリスが防衛を放棄したため、ドイツ軍によって占領された。 占領軍はフランス占領軍政当局の支配下に置かれているナチスドイツによるチャンネル諸島占領を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。